ジブリとかあんま見ないっしょ。あんまり見ない。ね、俺でも見てるのは見てるけど。あ、まあまあ、そう、有名どこはね。トトロ、もののけ姫、千と千尋とか、まあ、まあまあ、まあ、それぐらいかな。あ、今回その、ジブリパーク、招待してもらったよ。熱っ。いや、マジでないよ、普通。もう、行けないからさ。ね、見たよね。大人気ですよ。そう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 。まあちょっとなんか、場所を持ってたとこ違うんだけど、まあ、愛知県だから。一緒だもん。愛知県にできたら嬉しいもんね。そう。ここ、ここ、ここ。はぁはぁはぁ。マジ楽しみで、ジブリパーク。ここ？いやでも、ジブリパークって書いてある。ここ、なんじゃ。書いてあるな。これ本当にジブリパーク書いてあるからね。書いてあるか。行こっか。ブクブクロこれもうこれこれだよね。これでてかこれだよね。これだね。何が書いてあるの？これってなんだっけ。これはあれよ、トトロ。いや、ラピュタ。あ、俺ラピュタ。多分ラピュタで、これがハウルのあのハーっていうカルシファーの中。はい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 。トノはこれなんだっけ。わかんない。あれ、テイスト違くないんだっていうの。うん、顎長いね。ギャグ漫画日和見てる。まあまあ行くか。うんうん、でもジブリキャラなんだろうね。ジブリパーク失礼しまーす。うわー、狭い。あー、ジブリパークだ。イエーイ、自慢しよう友達に。おいおいおい、うわ、ほらいるやん。顔なしだ。これはわかるやろ。千と千尋の顔なしじゃないですか。顔なしじゃないですか。ええ、あ、ほら、あーしか言えない。あれ、あの、お、ユバー、ユバーブね。はいはい。あの、千と千尋のいきなりアトラクションってことこれ。ユバーバー名前抜かれ体験。いい名前だねって言って、もったいないって千尋が千になっちゃう。はい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 、はい、あれを体験できるエリアってこと。あ、すごいですよ。じゃあ名前ぽわって浮いちゃうんじゃない。やばいやばいやばい。福を両、お、私ですね。はい、はい、何になるんだろう。無難に福とか二文字取るならそこだよ。福、そうね、福って呼びやすいよね。福を両界、贅沢な名だね。今からお前の名前は口毛。いやいやいや、呼びにくくない？失敗されてる。大忘れじゃない？湯婆は寝てないでしょ、多分。なんか3日寝てない湯婆が考えたでしょ。もう口毛って言わないし、ヒゲだし。口毛なんてことはないじゃんか。口毛って何？確かに何なんか。ああ、あ、はい。あ、俺もある。マジで。おんま、そうですか。としみつ。あ、え、贅沢な名だね。なんで俺だけひらがな？おおおお、風長。今からお前の名前は今にも食べられそうな雪見大福だ。そうかね。口毛どころじゃないよ。口毛どころじゃないじゃん。名前これ。悲しいわ。寝てないやん、だからニバーバーバグじゃん。ああ、ニバーバーです。大事なの。楽しみさ。案内してくれってこと。お、次だ。おー、すごい。なになになにこれ。オウムの目の抜け殻だよ。あー、はい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 。ナウシカの。おー、あ、これがすごいわ。すごいな、これめっちゃラフじゃない。まあ、拾ってきたんじゃない。攻撃色じゃないからね、緑だから。これいい。まあ、落ち着いてる時のオウムだね。子供なのかな。オウムってめちゃくちゃでかいからさ、触ってもダメ。触っちゃう。あー、なんだろう、手が見えないわかんないけど多分ダメそうだな。 あ、ダメです。あ、なんか来た。え、クロコが取ったな。クロコが、あ、食べちゃった。あ、わかった。帰りたい。帰るだ。今日はヨグのジブリパークにお越しくださいました。帰るためだから喋れるよ。そういうことか。でもさ、あれ食ったのカーミットだったよね。よく古着とかでパロディされてるカーミットが食べられてた気がする。そうだよね、ジブリ関係ないもんね。口毛さん、行きましょう。口毛、あ、口毛だからね。こちら、魔女の宅急便に出てくる。あ、わかんない。トンボね。なになに、え、わかんない。うん、いや、ちょっとこれわかんないの。トンボの自転車のやつ。なに、トンボの自転車の魔女の宅急便のガーってって。いや、でもね、いや、でもちょっと自転車が高すぎるわ。そうだね。なんか100万以上しそうな自転車だし。ずいぶんいい自転車だね。プロペラちっちゃいし。養生テープ使ってるけど、あり。もうダメなの確定なんでね。なるほどね。じゃあ体験コーナーになります。体験コーナーは、え、今にも食べられそうな雪見大福さん、ぜひ体験してみてください。はい、私の方を向いて立ってください。え、だってこれ、チータよ。これはそうだね。そしたらですね、あのセリフをお願いします。いいですか。はい、どうぞ。親方、空から女の子だ。うわそういうこと。本当だな、空から女の子を抱えてみた経験は。なんかハゲになっちゃったんですけど。じゃあ女の子をそれに打ち捨てて。打ち捨てて。
つけさんもやりたいですか。いや大丈夫です、僕大丈夫です。はい、大丈夫です。あんまり羨ましてもなかったんで。じゃあ、あ、これはあれでしょう。わかんない俺。多分ポニョじゃない。あああって言っていいのかわかんないけど、これはあの急遽作ったらしいので。急遽パネルがないですけど。ここジブリパークですよね。どうです、ジブリパークだって。え、ほんとに。いや俺もなんかだんだん粘土だよ、女の子。これ女、これがポニョ。え、口毛さんはジブリ全然見てないですか。なんか家厳しかったんですか。いやいや、そんなことないですけど。ポニョとか結構最近じゃないですか。あんまり見てないですね。あ、そうなんですね。まあまあ、これはあんまり自信のない展示さんに言いましょうか。自信のない展示さん言わない方がいいけどな。ジブリパーク自信のないもの置かない方がいいんじゃないですか。ジブリパーク側の人は絶対本物ですからね、これ。へぇー、何。え、各作品の焚き火跡。カルシファーも含むっていうのはどういう意味ですか。カルシファーの機体と思ってもらったら、あー、え、そう、各作品ってのは例えばあの、ね、どんな作品でも焚き火してるシーンがあるじゃないですか。はい、あ、全部です。あ、全部。あ、焚き火がジブリあるあるだから、もうひっくるめて置いちゃってんの。そう、そういうこと。うわ、すごいとこ来ちゃったな。大丈夫かな。すごいな。あ、でも逆に楽しいけどね、なんかもう。あ、こちら。あ、もうこれはもう受け入れるしかないわ。もうこれ受け入れるしかない。残骸だね。残骸なんだけど、うん、これアリエッティの生活の残骸として受け入れるしかない。これアリエッティ要素はどんなとこ。アリエッティちっちゃいから、うん、ちっちゃいね。そのだから、その例えばこの紙やピンがさ、待ち針とか、うん、アリエッティの生活に使われてたと言われているものたちなんだと思います。なので適当に買い集めたものではないはずです。ああ、なるほどね。だからさ、アリエッティがどうやってこれを使ってるかで、わあ、そんな風に使うのね、アリエッティはって感じなんで。ただちょっとこれはあの粗大ゴミみたいな感じがにしか見えなかったっす。アリエッティ知らないから僕は。まあでもアリエッティらしいんでね、行きましょうか。はい、続いてのコーナーはこちら。え、体験スポットです。いやいやいや、すごいやん。なになになに、すごいじゃない。だってこれ何。いやいやいや、バルススロット。あーってことは、はい、バーでしょ。ムスカ。はい、そう、はいはい、絶対ムスカじゃん。ムスカだ。え、ムスカ大佐ですか。待って、ムスカ大佐こんなんだっけ。でもいや、なんか雰囲気は大枠こんなんじゃない。スロットスタートって言ってスロット回ります。じゃあバルススロットスタート。あ、やばいやばい。バト、いいっす、マルス。あ、やばい、バト、いいとバがあるわ。あ、マルス。もう一回やる。じゃあちょっと今度量。じゃあバルススロットスタート。今度はバがいいな。狙うわ、ちゃんと目押しするわ。でもこの人勝手に止まるからね。え、ほら、イルス。イルスは何ですか。で、ね、イルスだ。イルス、嫌な人が来たのかな。あれじゃない、二人で行った方がいいんじゃない。バルスってそのシートまず二人で行ってるから。そういうこと。ちょっとこうやってね。せーの、バルススロットスタート。来い来い。あ、おお、来た。バルス、うわあ、うわあ、やった。やった。これ滅びたことですからね。倒したの。まあまあ倒しました。ドラミタが崩壊しました。あ、今のあのダンボールの山はラピュタだったの。え、ダンボールラピュタなんかな。次のコーナー行きましょう。体験は以上です。えぐっ。あ、え、こちらラピュタコーナーですね。こちらラピュタです。またラピュタだ。これはすごいですよ、これは。ここから見てみてください。ほぼラピュタです。どういうこと。これ写真撮ってるんですか、展示物。あ、写真大丈夫ですよ。見るのこちらです。いや、結構いい。なんか一個一個さ、1分とかで見え回る感じが。そうだね。あ、おい、こちらはなんかあのショートムービーみたいなものが見られますので。あ、へぇー。 ラピュタのマッチョ2人の喧嘩。ラピュタ結構押されてんだね。ね、連続でこんな。あ、来た。ラピュタしか知らないって可能性もあるな。あ、あ、これあれだよ。ムーンっつってさ、うん、筋肉勝負するやつ。あー、はい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 、懐かしい。誰がその服を脱んだいって最後に言われるから。うん、お、似てるな。似てる。おお、破れた。破れた。お。じゃあったけど。お。おお。揉めてる揉めてる、本当に。なんか本当っぽいぞ。ふざけんな、お前。あ、お前、ま、マウント取ってるよ。え、大丈夫大丈夫。もののけ姫。おこどなし。あ、おこどなしの一部。ふざけるー。いや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 、長期になっちゃうんですね。おいいですか、おこどなしは。おこどなし大丈夫です。あっちが気になってる。とてもこいつからもののけ姫感じれないしね。こちら、あれだよ、落ちたやつだ。
そうもと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 レイドラモッチのイケメンです。レイドラモッチ強いて言えば僕モノノキ姫一番好きなんですけどね。でもじゃああれは分かるんだ。でかいね。分かる分かる。レイドラモッチは透明な部分を細かく切って乾燥させたものです。あこんな感じになっちゃうんだ。細かく切って乾燥するとなんか大きいお米みたいになるんです。目がなくなっちゃってる。これは触らないよね。多分触ったらなんかまずいっすよね。バレないように切っちゃってください。あこれ食べれるの。なるほど。グミだ。甘いっす。グミみたい。グミじゃないが、グミじゃない。続いての体験コーナーこちらです。おたらまじゃん。これモノノキ姫じゃん。あのね、明日がこうやって踏むとこでしょ。女の人でしょ。そうそうそう。待ってて、こんにちは。たたらばですよね、ここ。こちら、たたらば体験スポットです。なんかもうちょっと和装とかすることない、普通キャストの人。お客さんやってみますか。地味な OL みたいな。こちらの紐持ちながら、こちらこうやって押します。あでもあれすごいよね。男一人で活躍したところですね。うわーっつって。それではお願いします。すごい力。これはすごいですよ。はい、こちらでありがとうございました。ありがとうございます。あの人も働いてるんですよね、一応。世界観壊れすぎてる。壊れてるよ。体験以上です。体験終わった。終わった。じゃあ行きましょう。ドルガバのスニーカー。これはドルガバのスニーカーです。間違いなくジブリではないです。これメイちゃんのだよ。違います。メイちゃんドルガバ履かないと思う。メイちゃんのドルガバじゃないです。メイちゃんはその木が履かない。いやこれメイちゃんだよ。さっき誰まだ5歳だ。なんで使い回してんの。メイちゃん池に落ちとっちゃんじゃ。メイちゃん大丈夫ですよ。何の時間何の時間。何トトロにあんなシーンないっすよね。ないっす。だってドルガバの靴出てこないっすよ。こちら敷地島しずくのゴミ箱です。あ、わかんない。こちらの展示品だけは触ってもいいそうなので。おいっす。耳を澄ませばの、はいはいはい、主人公の原作だと。このゴミ箱は何が。原作でゴミ箱ピックされてない気がするんですよ。あ、そうなんだ。一応見ますけど、はい、こんな歌詞だっけ。いや、カカ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 ントリーロードこんな感じだっけ。いやカントリーロードこの歌詞に至るまでの歌詞なんで。もうこういうのもあったってことですか、はい、もう瞑想してあそこにたどり着いたんだ。じゃああんなに本読んでるのにこんな歌詞しか書けないのか。行きましょうか。はい、こちら。おお、自慢の体験コーナーです。あ、なんか自慢あり、自信ありそう。 4DX じゃん。こちら一人乗りですので、口毛さんか、今にも食べられそうな雪見大福さんか、どちらか一人のご乗車になりますけれども、はい、どちらから行かれますか。まあ今にも食べられそうな雪見大福さん、まあ、行きますか。真っ黒クロスケのライド。真っ黒クロスケオブザライド。安全バーがないですので。素晴らしいよ、そのまま行けました。これスイッチが本アトラクションは 4DX 体験 VR でのジェットコースターアトラクションになっております。すごっ。真っ黒クロスケの気分になって、真っ黒クロスケになって世界を楽しみましょう。体験スタート。ブルル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 あ、今撮ったなんか。あ、これはすごいアトラクションだ。これはすごい。ね、本当メイ危ない。あ、マツゴ。何それ今。おお、今度は風強いな。おお、俺が支えてんだよ。もう俺が支えてんだよ。未来は最高さ、ウェイクアップ。今 USJ になっちゃってるんで。何。わ、すごい。以上で体験は終了です。やっぱ酔うんですか VR って。いや、真っ暗。真っ暗。うん。でもトトロのあれだから、トトロとか出てくるでしょ。猫バス乗ってた。いや、真っ暗。池田はどうされます。いや、いいと思う。池田で、いいですか。家で目つぶっときます。経験のコーナー展示ですね、こちらです。あ、これは。あ、飛べないただの豚が体調不良で今日お休みだ。いや違うです、あのグレラの豚ってただの豚ちゃんが入ってるってことでしょ、いつもは。ここ動物園エリアじゃなくて。違う、グレラの豚の名ゼリフが飛べない豚はただの豚だっていうので、うん、別にあのただの豚がピックアップされたわけじゃないです。フォワードだけ引っ張ってここに
置いちゃってる可能性がある。しかも体調不良でお休み中。本当に体調不良らしいです。あ、本当なんだ。バリバリしてるんだ。歌声がね、かかっちゃったらしくて。心配だな。お大事にとしか言えないですね。まあでもどっちみち原作とは全然違うんだけどね。まあそうね。進路こちらです。これすごそう。あれさっきの喧嘩した後の二人仲直りしたんかな。あ、来た。川の神。よきかさ。昔から。そんだけだ。ゲロゲロ、お帰りだ。っていう一連のだけ。もう一回見ますか。もう一回見たい。めちゃくちゃ寒そう。あ、来た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 。よきかさ。はっはドア開けな、お帰りだ。ここね、もうちょっとね、手で押さえるんじゃなくて、なんかあるだろうね。あった気がするけど、あと髪の毛まんまだしな。あと、そうね、すべてやっぱこうするしかなかったんだろうなっていう感じが伝わってきますよ。もう一回ぐらい見、これ1分に1回放映されたんですけど、あ、じゃあどっかで後ろから聞こえるとこあるかもしれないですね。川の神があるんや、やったと、足がついてやったと。鳥肌立ってない、大丈夫ね、そうそう。あ、こちらフォトスポットになっております。はい。うわぁ、すげぇ、ボウじゃん。でっけぇ。これはボウでしょ。でっけぇ。あ、うさ、うさ、うさ、左足に注目してほしいんですよね。こっちは頑張ってんだけど。頑張ったね。もう右足は心折れちゃって油性ペンで書いてんだよね。明らかに時間が足りなかった。これ10時間かかってるらしいです。10時間。この夜作り始めて2時までやってたけど開演までに間に合わないということで。あ、キャストの人ツイートしてたじゃん。嘘、俺見てないやつのツイート。なんかしてたよツイート。これか。ご主人撮りましょうか。まあ、撮っていますか。あ、そうだね。誰が撮ってくれるんですか。私が撮ります。あ、へぇ、スマホ使えるんだ。あ、帰り出ちゃった。帰り出ちゃったから喋れないし、手も出ないんだよ。あ、食べられないか、心配だけどね。あ、可能性、帰り来ましたよ。あ、こちらです。あ、お、こちら体験コーナーになります。これはすごいんじゃないか。でも何体験できるの。カマジートーク。え、タートルトーク聞いたこと。ディズニーの。すごくない。ジブリってディズニーとガンかぶせするんだ。かぶってるよ、やること。強気じゃん、めちゃくちゃ。でもカマジーちょっと気になるね。どうやったら出てくるんだろう。動くちゃやばいっす。邪魔邪魔。引き出し開けるから、引き出し開けるからね。ここにお前らの仕事はない。何をしに来た。言ってほしいセリフはあれじゃないかな。まあ一応いいか。ここで働かせてください。いいよ。え、そんなんだっけ。いや、まあ、そうそう、湯婆婆に言うからね。そうなんで、あのなんかお悩みとか。お悩みです。お悩みはあるか。アマジーの利き腕はどこなの。これ。それなんだ。そこなんだ。それは知れて嬉しいかも。ここすごい使いやすいから。そこ使いやすいんだ。みんなにはないかな。中足。そう、中足ないですね。ちょうどないところかな。じゃあお前ら一緒にポーズをする。はい。お前ら円がちょっ、いった。いや、さしてくださいよ、ポーズ。わかります、わかります。円がちょっ、わかる。いや、もうやってください。円がちょっ、いった。よく切れとる。こうやってやるね。まとまらな、切ってもらえな。じゃあ、お願いします。円がちょっ、切った。うん。あ、あれ、あ、切った。あー、切れ味が悪い。切れ味が悪いな。なんでこっち見てくんだ。そんな君には、そうだ、例のものを。おお。これは最近の高い。一番高いやん。いいよ、入れるか。お、出てくる、これ。あ、これで薬湯とか出てくるんよ。もう帰れ。やることやったんだ。それではパークもね、回ってお腹が空いたことですし、自慢のレストランにご招待します。おお、そんなもあるの。あるの。じゃああちらの方にありますんで、じゃあ移動しましょうか。はい。え、つまずいた。ここが次のスペースです。レストラン、え、パーカーで入ります。レストラン、あ、すいません、失礼します。わっ、いい、すごい。え、でも今日結構さ出るんだね。ね、コースじゃんか。昼ご飯どうしようみたいなこと言ってたのに。マジで言ってたわ。昼ご飯どうしようみたいなこと言ってたのに。マジで言ってたわ。あ、すごい、おもてなし。ようこそいらっしゃいました。
はい、いらっしゃいませ。ごゆっくりとお越しください。ありがとうございます。それでは本日のコースこちらになっておりますが、はい、コースの方を早速始めさせていただいてもお願いします。はい、では飲み物お持ちいたしますね。ジブリ飯って言ったらやっぱね、いろいろありますから、ね、ある、ね、王道のやつもあるからね。どれも美味しそうに見えるからさ。俺がすごいワイングラスが出てきました。ああ、ダメダメダメ、ドロップ水です。ダメ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 、鬼滅の刃出ちゃってるんで。ちょっと鬼滅の刃絶対ダメじゃん。IP 的に一番ダメじゃん。そこからおっしゃってます。みんなしてないでしょ。しかもドロップホタルのハクハクか。あ、ホタルのハクハクジブリか。めちゃくちゃ安心してにやけちゃった。水じゃん今、ね、めちゃくちゃ警戒したって。でも変な匂いしんかった。ちょっと甘くない？うん、あ、ほんとだ。ほらそれっぽい。へえ。でも冷静にシェフがあの人だけなら結構期待できるんですか。確かにね。頼む、マジで。嘘でしょ。異次元の人の差してる。マジで異次元ですよ。いや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 、異次元、異次元。あ、でも鍋しっかりしてる。こちら自己房の味噌だゆでございます。自分でこう味をつけて。開けますか。はい、オープン。ニラがゆ、ニラがゆですかね。おお、ちゃんとし、ちゃんと味噌ですね。これは赤味噌だ。うん、うんこではないです。うん、あ、でもうまそうな匂いきたね。美味しそう。行きました。あ、それですか。お召し上がりいただきました。でしょうか。今お椀の埃を全部取ったところなので。そうなんです。はい、いただきます。いただきます。それあんたのゴミじゃ。あ、それいいんじゃないですか。盛り熱いですよ。熱いですね。美味しいです。もう味は普通に美味しいですよ。猫ママみたい。あ、飯食ってる。あ、お腹空いてるんだ。お腹空いてるんだ、あの人たち。おいおい、あいつらめちゃめちゃ腹減ってるんだ。うまいですか。じゃあ続いての料理ですね。はい、はい、千と千尋にですね。嘘でしょっていうデカさ。あ、確かにあれデカすぎー。はい、いくら子供設定とはいえね、もうその気持ちになってガブリと感じていただいて、あれ食べた時千はもう本当にこれくらいの涙の質を流してましたので、はい、食べて涙していただければと思います。じゃん負けね。はい、最初はグーグーじゃんけんぽい。うわこっちの世界のもの食べないと消えちゃうでよ。え、あーやってるわ。そういうことか。わさび。うえ。隣ね。涙ってどういうこと？隣なんだ。隣なんだ。あ、飲んでない。こちらね、告知直してね、ヤモリの隠れ家。ヤモリじゃん。ヤモリをこうやってさ、持った後にさ、こうやって回すんだよ、こうやって。わさびおにぎりだ。これ、これ本当下手物料理かな。俺道で拾ってきたやつじゃないっすよね。ヤモリのフライギくれっていうシーンがあるんですよね。リン、お前人臭いな、人臭いぞって言われて、ん、こんなことだろって出してってなんかあのパンダイがめっちゃ食いつくっていうシーンです。あ、あったね。いただきます。ヤモリ、うん、まあおつまみだよね。虫みたいなもんだね。うん、虫と変わんないっすね。あ、川の神様のニガダモリ次。ああ、それであんなにスウェット着て。あ、はっ、よきかな。スウェット着てる。はっ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 は。顔なしに食わしたやつかな。いただきます。ます、ん、うん、きなこでね、うん、ベースは。あ、無難にまずいだけ。あ、うん、まずいだもんです。別にわさびおにぎりよりマシなぐらいの感じさ、うん、え、なんなんのでも気になるね。わけがわからない。何かわかんないね。うわ、次刺身じゃん。入って刺身よ。あいつまだ食ってるぞ、飯。ずっとキンキンに冷えて外でご飯注文してもらいな。食事を楽しみにできますでしょうか。はい、はい、じゃあ続いて、
タリガメの刺身でございますね。うーわやば。本日取られたタタリガメの、一番新鮮な部分、柔らかい部分をですね、さっと湯通ししただけの、ね、刺身になります。味付けしておりませんので、こちらの塩振りでお召し上がりください。なんなのこれは。あの最初に出てくるタタリガメだよ。あのこう上がわーってなるやつでしょ。これタタリガメ食べても大丈夫なんですよね。これ腕とか入らないですよね。どうやって食べますよ。責任取ってくださいね。いただきます。意外と美味しいんだよね。なんかただの粉もんだ。白玉に似てるわ味が。あ、今日一うまいかもしれない。普通にね。うん、うん、全然食べれない。タタリガミいけんだ。タタリガミうめえわ。なんだよ食え食え。あ、やばいやばい、これやばいって。え、食え、これやばいって。なに食え、な、いい食え。あ、くそ。あー、そうだよ。いいそうなんだよ。いいよいいよ、くせえなおい。くろくろいいって。じゃあこっち来なくていいよ。じゃあおんちゃんいいって。やめて、やめてくれ。少年じゃん。食えたか？明日か？なんでベロ入れてくんだよこいつ。最後にデザートの方を用意させていただきますね。こちら思い出というかお土産でですね、こちらのキャンディーお持ち帰りください。こちらのキャンディーお持ち帰りください。おはじき、本日ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。デザートはない、ね、ええ、お前から考えとけ。考えてなかった。考えてなかった。考えとけ。帰れってこと？くそー、ありがとうございました。想像してたの違ったわ。なんだよジブリパーク。どうでしたかジブリパークは。ジブリパーク、こんなの。ジブリパークです。ジブリパーク、ジブリパークって二度と言うんじゃねえよ。ジブリってこれだろ。カタカナじゃないからひどいんだよ。間違えたんだ。間違えちゃって、こっちのジブリパークだ。俺らこれ来ちゃったんだよ。カタカナじゃないか。今回はじゃあ、あの看板もこっちにしとけよ。最初のさんなんだよ。本物の方生きてよ。たく口が引くな。ハトじゃねえんだよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、そちらのグランドオープンの方は。いや、上々ですね。いろいろ波乱でしたけどね。なんかこういう感じなんですね、パークの運営っていうのは。うん、そうですね。もうちょっとあの人手が欲しいですね。そうですね、足りなかったですね、うん、あと言ってなかったことがあるんだけど。はい、はい、これ、あの本物のジブリパークじゃない。え、ジブリパークに本物とかないでしょ。ジブリパークはジブリパークですよ。ないか。愛知県の中にあるでしょ。はい、あります、うん、愛知県じゃないですか。そっか、言ってるでしょ。愛知県の公園にあるっていう。疲れたな。帰らん。帰らん。ちょっと本当に疲れたわ。我々も帰らせてもらっていいですか。うん、大疲弊。住みかっこ大疲弊って入れていいぐらい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。